昨日、今国会初の党首討論に猛特訓で臨んだ自民党の谷垣総裁でしたが、消費税の増税で意気投合し、小沢抜きの政界再編へ向けた協力を探り合う展開となりました。この追及不足の裏には、5日前に野田総理との極秘会談があったからではという見方が出ています。中継です。野田総理も谷垣総裁も極秘会談は否定していますが、波紋はどんどん広がっています。自民党内からは、党首討論の前に会談したとしたら時期が悪いと批判的な見方がある一方で、ある幹部は会談の狙いについて、話し合いで解散権を握るしかないと指摘しています。実は自民党幹部の中には、民主党が消費税をめぐって割れたときに小沢グループを除いた人たちと連立するしかないと水面下で民主党幹部と接触する動きもあります。こうした背景には財政再建で一致する野田総理と谷垣総裁にこのままでは消費税増税法案が成立しないという危機感があります。また決められない政治と批判されて維新の会などの第三極に国民の支持を奪われるという懸念もあります。消費税増税法案の提出期限である今月末に向けて各党の動きは活発化しそうです。